ただいま。慌てふためきすぎてランキング読むのもランキングも読まずに飛んでっちゃった。めっちゃさびちょびちょなんだけど、どうしたらいい？もうさあれがないかな、もう施しようがない。あのあれです、暖房をね今つけたんですよ。暖房をつけたら窓がびちょびちょになって、あの床に水滴がめちゃくちゃ滴ってて、水も滴るいいお家。水も滴るいいお家なんですけど、そう、それであの今ティッシュをつけてきたんですよ。ティッシュを窓に貼ってきました。でもそれでうまいことなるのかは分からん。うまいことなるのか分かんないんですけど、まあいっか。今とりあえずティッシュ貼ってるのでどうにかなると思います。ティッシュに結露を吸わせるっていう、ちょっと暴挙に出ました。いやジタ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 ってなってて、絶対さ今カビてるんですよ。あのいろんなところがカビてて、いやバンされてないんですけど、あのバンされてないんですけど、あのまマジでカーテンがカビてるからもうあのバンよりやばい。バンよりやばいです。カーテンがびっちょびちょになってなんか真っ黒になってるんですよ、カビすぎて。だからちょっとよくないよ。やっぱ良くないのかな、カビって体に悪いのかな。もうカーテンが、ま、の裏側が白じゃなくて真っ黒なんですよ。良くないのかな。まあいいよね。だって今までなんかそれでなんかやばいことがあるってだったら今までの方がやばかったもん。もうカビて何年も経ってるのから、もうもはや今更感は強い。今更感強い。だってどうせカビるもん、またカビルンルになるもん。絶対カビルンルになるから、もうねもはや変えた方がいいのかなっていう話を前もしたけど、まあそのうちね。そのうちね。え、皆さん心配してくれてありがとうございます。洗濯とかしたらいいか、洗濯したらいいのかな。カビの原因は完全にあの外の、多分外の気温の差とだと思います。逆に遮光カーテンってしなくていいのかな、もはや。
遮光カーテンしなくていい説。そう、こんにちはこんにちは。まあね、カビの話はね、やっぱりあんまりちょっとやっぱアイドルとしては良くないと思うので、カビの話はちょっとやめますかね。ちょっとね、やっぱりカビなんてね言ってはいけません。洗濯します、洗濯した方がいいかな。え、マジで見たら驚くと思う。真っ黒なの、白いはずのカーテンが。でもなんかそれでもう2年ぐらいやってきたから、めっちゃ助言された。洗います、そのうち洗います。でもね、部屋汚いんですよね、多分普通に考えて汚いと思う。綺麗にしないといけませんね。じゃあちょっと年表の続きに参りたいと思う。でも洗濯機自体もずっとそのままだから、洗濯機が綺麗かもわかんないですよね。もう今配信していいよね、別にダメなのかな。ここでいいのに、いいかダメか。洗濯槽の裏かびてるのつらいよ。はい、3歳てれん、じゃーん、弟が生まれる。これは私的に大きな、人生の中で大きいニュースかな。そう、3個下の弟がいまして、弟が生まれます。めっちゃ可愛いんですよね。3歳下の弟が生まれます。そして4歳から5歳ぐらいで、自分は弟は結構可愛がってますね。弟のことはめっちゃ可愛がってて、なんか結構溺愛してたんですけど、だんだん
だんだんこう手がかからなくなってきて、手がかからなくなってきて、もう姉としての任務は終わりました。姉としての任務は終わってしまいましたっていう感じですかね。そうです、そうなんです。で、4歳から5歳の時に私は自分がアイドルだと思いまして、自分はアイドルだと思ってたんですね。で、おもちゃのマイクとか買ってもらって、家の中で歌ったりして、でも自分はアイドルだと思ってたし、将来の夢もアイドルでした。その頃の写真がこちらになります。めっちゃ可愛い、これです。もう自分のことをアイドルだと思ってる人です。これも、これもその頃かな。めっちゃ反射するね。自分のことをアイドルだと思っています。かわいい赤ちゃん、赤ちゃんってかわいい。なんでこんな風になっちゃったんだろう。なんでこんなさ、汚い大人になっちゃったんだろう、自分。なんでこんな風になっちゃったんだろう。赤ちゃんの時はこんなんじゃなかったのにな。なんか毎日病んでさ、なんでこんな風になっちゃったんだろう。赤ちゃんになりたい。赤ちゃん欲しい。赤ちゃんになりたい。赤ちゃんになりたい。赤ちゃんになりたいな。で、終わって4歳から5歳が終わって、その時は幼稚園、幼稚園生とかだったから、その時は自分が可愛いと思ってたっていうか、自分はいい人だと思ってた。自分はイケてると思った。イケてる、イケてる幼稚園児だと思ってた。イケてる幼稚園児だと思ってました。イケ、イケ幼稚園児、JYJY だと思ってました。小学校に入りますね、そろそろ。
そう、自分はいい、いけてると思ってました、昔はね。7歳、6歳か、6歳で小学校入学。30日おめでとう、ありがとうございます、イエーイ。ランドセルはピンク。6歳になります。30日おめのギフトありがとうございます、嬉しい、本当に30日なんだって感じする、ありがとうございます。はい、6歳、小学生になる、ランドセルは薄ピンクでした、可愛い系のやつ。2006年になりますね。2006年で小学1年生になりました。そして11歳、違うか、2年生3年生、8歳ぐらいかな。目が悪い。多分8歳ぐらい勉強のしすぎで目が悪くなる、勉強のしすぎか遺伝で目が悪くなります。そして眼鏡をかけないといけなくなります。そしてなんで遺伝か勉強のしすぎって言い切れるかというと、私は小学5年生になるまでゲームをやってなくて、 DS とか持ってなくてゲームは全くしてなかったんですね、小学生最初の方だから。ゲームで目が悪くなったわけはないのでちょっと言い切れます、遺伝、多分遺伝だと思います。親もめちゃくちゃ目が悪いので多分遺伝だと思います。今はコンタクトにしてるのでいいんですけど、でその頃の写真がもうないんですよね、残ってないんですよね全然。これはありました、反射する、出ます、いさん。
あ、この頃からキティちゃんが好きなんですよ。テレビもそんな見てなかった気がする。外で遊んだりはしてたけど、でもパソコンゲームはちょっとしてたから、もしかしたらそれもあるかもだけど、どうだろう。こんにちは、こんにちは。ちょっと一回だけゲームしていいですか。一回だけゲームしていい。もういらんってファイヤー。ヒップドロップって楽しいよね。ヒップドロップ楽しい。ちょっと待って、一瞬だけ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 許して。一瞬だけ許して、ちょっとやりたくて。ハンマーブロス嫌いなんだけど。あーしん、うーん、どうしよう。上に行けって言われてる。ハンマーブロス嫌い。いやー痛い。なんかめっちゃデブなやついる。いた！ねえ、倒した。好きな敵はいない。好きな敵はいない。うん、好きな敵か、なんだろう。好きな敵は花ちゃん。待って、一個取りそびれてる。あ、死ぬ。コイン取りそびれてる。わかんない原因が。コイン取りそびれてるんだけど、どこかわかんない。でも分かんないな。やばい、絶対絶命、絶対絶命。あ、こ、おお、絶対絶命。死んだ、死んでしもうた。ここだけクリアさせてください。そしたら年表作りに戻るんで、ちゃんと。ちょっとここだけクリアさせて。モヤモヤするから。嫌い嫌い嫌い。ハンマーブロス嫌い、本当に。痛いし。
あ、1アップだ。あー、ありありじゃない、ありありじゃないじゃない、あるあるじゃない、なんかさ1アップのさキノコ取ったのにさ、あの1アップのキノコ生まれたのにさ落ちていっちゃうの、あるあるじゃないですか。1アップ、ワンナップ、なんて言うんだ、黄緑のさキノコさ出たのにさいなくなっちゃうの、あるあるだよね。私だけいなくなっちゃう、すぐさ流れていっちゃうからさ嫌なんだよね。2つ目のコインが見当たんない、どこにもない、誰か教えて。ないんだが、痛いし、痛い痛い、ない2の2のコインが見つかんない、やばい、100秒しかない、タイムオーバーで死ぬのはやだ、やばい、70秒しかない、もう無理だ、ちょっとゴールしよう、あ無理かもしんない、でもタイムオーバーでさ死ぬのが一番嫌だ、あ間に合った、ない、どこにもない、どこにもないのよ、2の2のキノコが、2の2のコインがないのよ、どこにも。ちょっとこれだけすっきりしたら年表作るね。黄色い土管入ってない、土管どこにあると、どこにあるとかな、黄色い土管どこや、どこにあるんだかな、どこにあるんだろう、でもそうだよね、絶対さ土管あるはずなんだよね、あった、え、ずるくない、ずるくない、めっちゃ隠されてたんだけど、めっちゃ隠されてたんだけど、あ、あったあった、ブーメランブロスだ、嫌い君たち、わーい、コイン取り放題だぜ、私マリオカートも好きなんですよ、めっちゃ優しいじゃんこのコース、ちゃんとさ出口を用意してくれてる、え、今私どのソフトしてるか伝わってるかな、伝わってないかもしれない、もしかしたら、さっさとゴールしちゃいましょう、
はい、コールしました。え、USJ のマリオのところめっちゃ行きたいんですよね。USJ のマリオめっちゃやりたい。行ったことはないけど行きたい。今やってたのはニュースーパーマリオブラザーズ2やってた。ニュースーパーマリオブラザーズ2やってました。ニュースーパーマリオブラザーズ2やってました。小さいの時の写真はなかった。待って、もう年表さ1個終わっちゃった。1個終わっちゃった。もう1ページ使っちゃった。1ページ使っちゃいました。愛の救世主、誰がその金を出す。次は次は年表的に言うと小学5年ぐらいかな。小学5年ぐらいになりますが、ちょっとね年表をね後ろに貼っつけようかな。でも長くなる予定なので。後でツイッターとかに載せようかな。絶対長くなるもんね。あ、今日あんまりメール送れてないからメール送ろう。でもね最近ねなんかねあんまね悲しいんだけどメールに書くことがない。
ラタ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 ラ。猫飼いたい。ピザ食べたい。そう、犬もね飼いたいって言ってたんだけど、犬も飼いたいって言ってたんだけど、やっぱ猫がやっぱりなんだろう、心に寄り添ってくれると言いますかね。しんどいな。あ、フードをかぶってしまってはせっかく作った前髪が台無しじゃん。でもなんか YouTube でめっちゃ可愛いパグの動画見つけて、それ見て癒されてました。今日30日おめでとうって今日だけなのかな、限定なのかな今日。髪縛ろっかな。縛ろうかな。顔丸いけど。いや今日だけなんだ。今日しか見れないんだね。でも見れたからいいけど。髪縛ろうかな。顔丸いな。でも動物かわいいですよね。じゃあ年表の続きを書かねば。じゃあこの周りの画面とかその特別なギフトとかが見れるのも今日だけなんだね。じゃあ今日来た人はラッキーですね。今日来た人は。でもこんなのさあったっけ、前やってた時あったっけ、覚えてないな。でも毎日配信はなんか強制的にはやんない方が、強制的に。でもなんか60までいったらさもう次100じゃないですか。でもなんか全然私続ける気全くなくて全くないんですけど、だからなんか途切れるまでやるって感じですかね今のスタンスは。全然ファンの人とお話しするのは
楽しいし、できる範囲で続けていきたいなと思います。パラダイス、顔丸い、え、めっちゃ1週間ぐらい食べ過ぎたとするじゃないですか。1週間で食べ過ぎて体重が増えた分ってしばらくしたら戻りますよね、多分。食べ過ぎをやめてさ、あんま食べなくしたらさ、戻りますよね。この中にそういう方はいますか？この中にフードスペシャリストはいますか？え、食べなければさ痩せるよね。でもいろいろちゃんと考えてやんないとな、ちゃんと考えてやんないとダメなんだよね。ストレスをためないようにしないとダメなんだよね。でも難しいんだよね、そこが。バランスが難しいんですよね。食べる量を減らせば確かに。運動ができないんですよね今。まあできるけど、あんまりできないんですよね。まあできるけど、え、とりあえず食べなければ減るでしょ。食べ過ぎた分は知らんけど、本当にね、大変、なんか困っちゃう。痩せたり太ったり、痩せたり太ったり。やっぱ一人で運動するしかないか。道を歩いたり、歩いたり走ったり。え、まず全く運動しないからな。あ、ダメですね。多少ダメです。次は11歳ぐらいの話です。11歳ぐらいかな。10歳ぐらい。筋トレか。あ、筋トレ大事か。自転車持ってない。もう料理もできないし何も食べない。食べなければいいんでしょ。
食べなければいいんだと思う。私はなんかちょっとでも食べるとすごく食べちゃうから、もう食べなければいいんだと思う。そして11歳、この辺からはもうなんかあんまりなんか明るい話題がない明るい話題がない。あ、でもこの辺で48グループと出会うので明るいかも。逆になんかもう本当にお母さんに来てもらって食事改善してもらわないと私本当にもうダメなんですよね。だからそれまではもう焼き芋食べます。いつかお母さんが来るまで、それまではちょっと焼き芋を食べて頑張りたい。まあいつになったら来るんですか。多分来ない。はい、じゃん。はい、続いての年表はこちらになります。でん、10歳、小5になるぐらいで転校します。そして友達が0人になりますそして学校が苦手になってお家が大好きになります。そしてこの頃に48グループに AKB48 に出会ってAKB のオタクになります。もう心の拠り所が AKB48 でした。もうこれはで11歳、小学5年生の時に自分の環境を変えたくて、変えたいっていうのと憧れの AKB48 が大好きで、そのAKB の妹分が家の近くにできるということで、博多にできるということで HKT さんの2期生さんのオーディションを受けましたが落ちました。これが11歳です。でそこからめっちゃもう自分はさっきまでね5歳の時は自分のことアイドルだと思ってたのに、もう書類で落ちて、それでもうめっちゃ暗くなります。なれないんだなって気づきます。それが小5ぐらい。
待って、最悪。半から？あ、もう終わってんじゃん。6時から？え？あ、今日じゃない。あ、今日だ。とドラえもんを見損ねる。クレヨンしんちゃんとドラえもんを見損なう。ああ最悪マジで。じゃあスポンジボブ見よう。うわあ、もう明日はちびまる子ちゃんのサザエさん見ます。はい、週のお楽しみ。ちょっとすいません、ちょっと年表作り中断でスポンジボブをどうしても見たいので、明日はちびまる子ちゃんのサザエさん実況します。わあ、6時からスポンジボブ見ます。もう私本当にアマゾンプライムでわざわざ見るぐらいしんちゃん好きなんですよ。みんながねアマゾンプライムに入って、全員がアマゾンプライムに入ってるんだったら全部クレヨンしんちゃんを一気に一緒に見れるけど、みんなが全員が全員入ってないからやっぱテレビでやってる時は貴重なんですよね。え、スポンジボブが NHK でやるから NHK 見てみましょう。じゃあその間にちょっとね年表を進めれるところがあったら進めます。12歳、JS から JC になる。JS から JC になる。その頃の写真がこちらです。え、私コナンはね血が出るからね、あんま見る時もあるけど、クレヨンしんちゃんじゃない血が出ないやつを優先で見てます。断食じゃ断食。おりゃ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 。はい、JS が終わる時の私がこちらになります。見ますか？はい。なんでこんなに機嫌悪そうな顔してるんですかね。クソほど機嫌悪そうな顔して小学生を終えます。そして中学生になります。中学もね、別にね楽しくもなかったね。いや楽しかったかな。中学はまあ楽しかったかな。
少しは多少は楽しかった。なんか一番思い出もあるかな、なんだかんだ言って思い出もありますかね。思い出もあるけど、まあ黒歴史でもある黒歴史でもありますかね。めっちゃ黒歴史しかない。逆に多分とにかく陰キャだったので美術部に入りました。でもその選択は間違ってなかったと思うんですよね。ここでいろんな思い出もできたし、戻りたいっちゃ戻りたいかもしれないです。この時になんか楽しかった、楽しかったかもしれない。はい、13歳で運動ができなさすぎて美術部に入る。もうここでいろんな初めての経験というか、なんかいろんな、なんか運動会の旗を書いたりして楽しかったので美術部に入ってよかったなって思います。あとやっぱイさんはね絵が得意になったのでここであ、6時になるので見えますか皆さん。うん、アイアイキャプテン、アイアイキャプテン、うースポンジボブズボンは四角、スポンジボブズボンは四角、いつものお楽しみの時間、スポンジボブズボンは四角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 。一人で見ると虚しいので、みんなでね見ることに意味がある。今日の題材はプランクトンの古い餌だそうです。こんばんは、こんばんは。プランクトンって憎めないよね。うわぁ、また実験に失敗してますね。めっちゃちっちゃいんですよ、プランクトンって。これ海の中ですからね。これカレンです。カレンはプランクトンの恋人みたいな、助手みたいな存在だと思う。確か、やば、めっちゃ腐ってんじゃん。プランクトンマジでこんなちっちゃいんですよ。ちっちゃいのにめっちゃね悪いんですよ。ずる学しこいんですよ。最悪や。スポンジボブも可愛くて好き。スポンジボブとキティちゃんとすみっこ暮らしとクレヨンしんちゃんが好き。好きなものいっぱいある。好きなアニメいっぱいあります。そういう子供っぽいアニメが好き。やばっ、やば、
リサイクルすればいいやんな、ゴミ。お尻かわいい。プランクトン。初めて見てる、マジで？子供の時見なかったですか？ DVD 借りて見るほど好きだった。臭そう、このなんかゴミみたいなやつ。まず願い事叶ってんじゃん。上今回プランクトンしか出てないんですけど。あ、いた、ボブ。スポンジで穴開いてるから何でも通しちゃうんだよ。スポンジボブね、頭おかしいんですよ。ゴミだよね、餌じゃなくて。なんだかんだ言って仲いいんだよね、この人たち。かわいい。目がクリクリ。マジでかわいい、スポンジボブ。スポンジボブ、私ね、鏡、スポンジボブのね、鏡使ってますよ。それぐらいしかグッズないけどね。スポンジボブめっちゃ好き。可愛くない？ズボン四角だしね。え、でも今回カーニバーガー出てこない。え、可愛い、目がクリクリだよ。スポンジボブ頭おかしいんですよ。あ、いた。カーニさん出てこんな。あ、来た来た。カーニさんはね、マジでね、お金にしかね興味ない。悪い人ではないけど。ね、マジでゴミを捨てる場所がなくていろんなところに捨ててるっぽいけどね。今回の回ね、あんま面白くない。いつもの方がね面白い。かわいい。バカにやらせてよって。あ、クレヨンしんちゃんとかさ、まる子ちゃんとかさ、サザエさんとかの方がさ、ストーリーちゃんとしてるよね。これ外国のやつだからさ。外国のやつだからちょっとね、いかれて、いかれてるっていうか、アメリカンの笑い、なんかアメリカンの笑いって感じ、スポンジボブは。やばっ、バッチバッチ、溢れてるし、わーわー。上、ゴミが降ってきてる。うわ、やだやだ。
餌ってゴミのことだよね。わあ、こりゃやばいね。あのさ、和訳して言葉かなり選んでるから本来とはライト違うだろう。確かに確かにね、英語が分かるだったら多分本場のやつを見た方がいいんだろうね。バババババてかね、声変わったんだよね。あのね、声がね、パトリックとかね、全然ね、前の声の方が好きだった。声優さんってちょこちょこ変わるじゃないですか。声優さんがね、パトリックね、前の声がねめっちゃ可愛かって好きだったかな。あ、イカルド来たよ。イカルド、みんな大好きイカルド。イカルドはねマジでね意地悪、頭固いよイカルド。ハートのギフトありがとうございます。めちゃくちゃ調子に乗ってるプランクトン。絶対捕まるでしょ。やば。スポンジボブとオソロチ、今回の回あんま面白くなかった。今回の話あんまね面白くなかった。そういつもねもっと面白いんだよね。もっとね、なんかね、これ海の中なんですけどリスが住んでるのね。あ、今回も面白くないフラグ立ってる。多分ね今回もね面白くないです。なんかねもっとね、あのね、スポンジボブの友達がいっぱい出てくる時の方が面白い。
ルームランナーめちゃくちゃ欲しいな。いくらぐらいするんだろう、ルームランナーって。あ、だこの回面白くないからね、見なくていいですよ皆さん。なんかね、サンディっていうね、なんかリスのね、なんかリスなのに海の中に住んでるキャラクターがいるんですよ。その子とかガルドとかパトリックとか、なんかスポンジボブの友達がたくさん出てくる時の方が当たり回、面白い回です。多分今回は面白くないです。ルームランナー買おうかな。でも置く場所言うてないけどね。マジで最近の歩数がやばくて、30歩とか16歩とか48歩とかです。毎日歩いてない、全然歩いてなすぎる。でもなんか外に出る気力もないっていう、まあ外に出るしかないよね。踏み台証拠、あーね、音を立てずにうるさくせずにできる運動だよね。ペットのカタツムリだ。めっちゃしゃくれてるこの人。カイニャンのアイコンスポンジボブに似てるよね。あれですか、あれですか、あれですか、アバターですか。パクってないですけど、パクってないけど確かにね、四角くて黄色いから似てるかも。メリークリスマス。迷子らしい、雨雲が。かわいそう、かわいそう、死んじゃう。かわいい。かわいそう、いじめてる。
かわいい。めっちゃ戦うじゃん。やっぱちびまる子ちゃんの方が面白いな。でもスポンジボブめっちゃ心が優しいんですよ。優しいから多分雲をね、え、かわいそう、赤ちゃんなのにかわいそう。めっちゃ泣いてるし、ああ、これは大変だ、これは大変だ。トルネード、トルネード、ビバハリケーン、やばいやばい、怖い怖い怖い、鬼滅じゃん鬼滅。ふふ、雲になりました。ゴロ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 、やばい、マジでマジでありえんことしか起こらんから、これも食べたいな。出てきたバブちゃん。親子で親の元に帰りました。今回の回はね、あんまりね面白くない。あ、残念でした、残念でした。まあとにかくスポンジボブが可愛いっていうことは伝わりましたか。ちょっとね、今日はクレヨンしんちゃんと、クレヨンしんちゃんとドラえもんを見逃したのがちょっと第誤算でした。第誤算、今日の第誤算ポイントはそこです。それを見逃してしまったことがあんまりよろしくなかったんですけど、伝票、伝票じゃないや、伝票じゃないや、年表を作ります。続き
アニメ好きなの？私の好きなアニメはドラえもんとクレヨンしんちゃんとちびまる子ちゃんとサザエさんと、うーん、スポンジボブは昔は好きだったけど、ちょっと今日見てあんまり面白くなかったからちょっと降格ですね。あとこち亀とか見ます、たまに。本当にたまにですけど、って感じですかね。年表の続き、いやー、中学は特に何もないです。中学は特に何もなくて、まあまあ楽しかった、楽しかったっちゃ楽しかったし、楽しくなかったっちゃ楽しくなかったけど、まあいい思い出もあるし、すごい記憶の中で思い出を美化しているだけかもしれないけど、楽しかった気はしてます。続いて、続いてですね、だからもう中学卒業します。JC から JK に、ついに JK になった遺産です。どうも遺産です。そんな遺産ですが、JK は中学の時あんまり友達いなくて、そもそもいなかったのに、自分が行った学校、行く学校に自分の友達が一人もいなくて、また友達ゼロからやり直さないといけなくなって、高校生を。でもさすがにもう高校生ってもうなんかグループとかできてるから、しかもずっとメガネで陰キャだったから友達できなくて、めっちゃ学校休みまくる。それで でもコンタクトにするのも高校生の時だったから、初めてコンタクトにしたのもこのぐらいの時で、ちょっとなんか周りがいい感じ、なんか
見えやすくなる目が良くなる、まあ、実際には良くなってないんですけど目が良くなります。ついだから2回友達0人になってるんですよ。だからねそれがねちょっと過去に戻れるならやり直したいです。本当に私過去に戻りたいな。過去に戻って友達ゼロをやり直してもっと高校生活をもっと楽しい高校中学と高校生活楽しんでおけばよかったなって思うし、もっとなんかいろんな人とお話ししておけばよかったなって思います。はい、できました。人生長いですね、こうやって見ると。今こんな感じで。ビヨーン。ビヨーン。こんな感じです。私の人生。竹内先輩、二個上の先輩、あブログかなんかに載せて、ブログ、うん、ツイッターはちょっとなんか恥ずかしい。なんかツイッターってなんかいいねの数とかが見えるから恥ずかしいじゃない、恥ずかしいじゃないか。だからブログかなんか、ブログかメールとかにしようかな。次の年表に移りたいと思います。あーちょっとゲームしたいな、休憩がてら。すぐゲームしようとするかダメだよな。なんかいいなぁ、ちゃんとして。じゃあ1枚できるごとに。ファイナルファンタジーにもいるよね、めっちゃドラクエしたい今。今回ダメだ、今回いた、今回負ける。あーん、サンボっていうと死んじゃった。難しい、今やってるところめっちゃ難しい、めっちゃ難しい。サンボっていうのね、あなたサンボっていうのね。スターとかいらないんだけど、ス
スターもらっても困るな。いや、今ねやってるのはマリオです。絶対今回あ、いった。なんか金の土管に入るのが多分このゲームの大事なところだと思う。ちっちゃいマリオだと何かと不安ですよね。ちょっと待って、本当に嫌だ、もう本当に嫌だ。押したいの、その P を。死ぬって。え、あ、コイン取り逃した。コイン取り逃しました、3つ目の。まあいっか、まあいっか。はい、一応ねクリアしたんですけど、コイン取り逃しちゃって、ちょっとこれはちょっとリベンジしないと。はい、できました。てれん。18歳は割と、18歳になっていろんななんか自我が芽生えて、18歳の時に電卓の全国大会に出ることができたり、あと48グループのオーディションを受けまくって、あの最後の悪あがきをし始める時期がこちらになります。最後の悪あがきを始めます。そして受けたのが HKT5 期さん、 NGT2 期さんで、これホテルグループじゃないんですけど、秋元康さんの監修のガールズバンドのオーディションとか、ドラフト3期、あとラストアイドルさん、ラストアイドルさんめっちゃ受けてた。ラストアイドルさんも受けてました。ラスタイドルさんのバンドワゴンっていう曲にハマって、めちゃくちゃいい曲で、それでラスタイドルに入りたいって思って、ラスアイの2期とかめっちゃ、なんか挑戦者のオーディションとかもちょこちょこやってるから、そのチャンスが多いというか受けれる機会が多くて受けてました。結局全部ね落ちたんですけど、そうガールズバンドも受けてて、なんかピアノ弾いた映像とか送ってました。確かおめのギフトありがとうございます。
イエーイ。はい、そんな感じで受けまくって最後になんと拾われます。遺産ついに、ついに遺産拾われました。SKE 9期に合格します。ここ重要では、なんか思ってたん、どうですか、こんな感じになりました。なぜか名古屋にいる。イエーイ。だだだだ。19歳でチーム員に昇格。20歳20歳で ここまでが私の年表ですかね。でもめっちゃ自分干されだって分かってるから、なんかここからなんかどうにかしないとって分かってるんですけど、なんかどうしようもなくてちょっと今いろいろ悩んでます。このような感じになりました。これが私の今の年表です。そしてここから先ですね、ここから先のことも考えていきたいと思います。ここから先のことを考えていきたいと思います。将来、未来予想図、ここからは人生年表を改めまして、まあ改めてっていうか人生年表というか未来設計図をね、そう未来年表を作っていきたいと思います。今20歳で今年21歳になるんですけど、何しよっかな。21歳はどうしたいかっていうのはあんまりなくて、とにかくテレビに出たいなとは思うけど、でもなんかもう選ばれることをもはやなんか期待はしてないし、自分で取りに行かないといけないなって思うので、大富豪とかファッションフォーユーとかを頑張らないといけないなって思ってて、でもなんかもうこれ以上なんかこれ以上なんか何をしたらいいのかちょっと自分でも分かんないんですけど、とりあえず21歳は平和に元気に過ごして、21歳花冠がつけたい。
で22歳になったらお給料を貯めて引っ越して猫飼う。でもお給料が貯まってなかったら引っ越せないけど。21歳の生誕祭で、生誕祭があるかわかんないけど花冠をつけるのが夢だったから花冠をつけます。で22歳になったら引っ越して猫を飼います。でももうこのコロナの状況が収まらない限りはもうなんかもう何もできないなってもう思って、なんかこの1年ぐらいすごいめっちゃ辛くて、なんかめっちゃ考えちゃう、いろんなこと考えちゃって、多分ファンの人にとってはすごいマイナスなこととか考えちゃうし、難しい。なんかね、本当に難しくて。本当に難しくて、本当になんかだって公演もコンサートもないし、なんかに選ばれない限りはこうやってこういう風にファンの人と交流する手段しかなくて、だから今日とかもなんかあれですよね、なんかラジオとかなんか何でもそのできる仕事、お仕事はめっちゃ頑張ってるし、なんか何の時もちゃんと爪痕残してもう一回呼ばれるようにっては心がけてるけど、なんか思うようにはいかないので、なんかショールームばっかりしてるって言われても仕方ないんですけど、本当にできることが今は少ないからやってるって感じなので、これでも頑張ってつもりなんですけど、そう、花冠めっちゃね憧れあります。でもこの頑張り方が本当に悔しい、自分でも悔しいよ。ショールームでしか自分の姿見てもらえないのは悔しいですよ。そりゃもちろん、もっとなんかもっとなんかいろんなところで活躍してるところ見てもらいたい気持ちはあるんですけど、なね、人数も多いし、自分がねそんないろんなところに出れるわけがないから、はい、できることは本当にこれだけなので、まあ仕方ないっちゃ仕方ないくないですか。これをやめたら完全に多分私消えます、皆さんの中から。
完全に消えますね。だって10日間配信も何もしなくて、外のお仕事もなくて、消えちゃうじゃん。いや、消えたくないんだよね。だからやってます。30日おめのギフトありがとうございます。今日めでたい日なので、めでたい日ですね。めっちゃめでたい、めでたいめでたい。みんな KPKPKP しましょう。でも28日に公演あるので、それをね、今は楽しみに生きてください。楽しみに生きてます。さんは KP は乾杯の略。そして20、難しいな、この後の年表は難しくなってくる。この後の年表難しいな。こんな風になると思わなかった。できました。年表はちょっとね、卒業時期は未定なので、はてなさいにしました。なんかもう未来のことはあんまり考えれない、未来のこと考えれない。なんか明るいこと考えれない。なんか多分これから先は、ちょっとここから先は果てなさいで長崎に帰った遺産なんですけど、その後がね問題ですね。その後どうしていくかなんですけど、その後ですね、その後は結婚は多分ねできるか分かんないですね。好きな人が現れれば、好きな人ができればですね。でも多分しないと思います。多分ね、分かんない。
しないかな。分からん。好きな人ができない限りはできないから、現れない限りはできないから、できないかな。でも30歳ぐらいで結婚するかな。結婚しないといけないのかな。結婚したい人いないもんな。わかんない。でもその時になったらできるかもしれないですよね。うん、できるかもしれないです。だから多分なんか私は恋愛経験がないからこそ、多分運命の人だみたいな、なんか運命の人ぶってる人が出てきたら多分すぐ結婚しそう多分なんか すぐさ、そういうさ、なんか脳みそがさ、少女漫画脳じゃないけどさ、多分すぐね、結婚するってなったらすぐするし、結婚多分そういうなんか人が現れなそうだったら絶対しないと思う。だから多分変な、なんか多分悪い人でも多分運命の人ぶってたら多分、あ、そうなんだって勘違いしてすぐ結婚しちゃうと思う。私の思う運命の人は、なんか絶対動物好きの人がいいなと思ってて、かっこいいとかは別にかっこよくなくてもいいんですけど、身長は自分よりちょっと高ければよくて、155センチなので自分より少しでも高ければよくて、どういう感じでね、出会いたいかなって思ったら、すごいなんか陰キャの人がよくて、できればで、なんかゲームセンターとかでデートしてくれる人がいいですね。だからゲームセンターとかでデートしてくれるような人がよくて、なんかクレーンゲームとか欲しいやつがあったら何回かやってくる、何回かやってくれる人がいいですね。で、動物が好きで、将来はなんか、でもな、子供も欲しいけど、犬飼いたいな。犬か猫を大事にする人がいいですね。あとは、でもなんかそんな人現れないんですよ。だから一生私は独身なんです。あとね、年はね、上がいいですね。同い年か年上がよくて。皆さん何歳ですか
部当てはまってる。おかしいな、おかしいな。全員、全員じゃんね、全員じゃんね。それじゃ結構理想高いつもりなんだけどな。身長何センチですか？え、でもさ、ファンの人ってさ、あのさ、DD な人はさ、絶対浮気するから嫌だ。本当に結婚するんだったらですよ。本当に結婚するんだったら嫌です。え、みんな身長高いね。いいね、いいね。いいね、いいね。いいね、いいね。身長高いね、みんな。身長高いね、いいね、いいね。ムツゴロウさん、ムツゴロウさん、ムツゴロウさんはなんか動物を口の中に入れたりするじゃないですか。だからちょっとね、それはちょっとどうかな、それはちょっと嫌です。でも嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけどね。え、でも結婚したらもうアイドルを応援するのをやめない、やめてもらわないといけないです。やめて自分だけ、ほら嫌でしょ、それは嫌でしょ。だからみんな脱落バイバイみんな脱落ね。だってアイドル押すのやめれないでしょ、結婚しても。自分だけじゃないと嫌です。自分だけじゃないと嫌です。あれ、やめるんですかやめてくれるんですか。じゃあ結婚だ、結婚だわ。以上の条件になります、以上の条件になります。以上です。ありがとうございました。ご清聴していただきありがとうございました。これが私のみさんの結婚に求める条件になります。あ、まあクレーンゲームを取ってくれる人がいいですね。 UFO キャッチャーをしてくれる人がいいですね。でも確かに結婚するならファンの人かもしれん。これはリアルに、だってさ、じゃないとさ、自分のこと好きになってくれる人さ、なかなかいなくない？一般社会で生きてきて、生きてる中で。じゃあみんな結婚だね、みんな結婚だね。結婚、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 結婚してもろて。じゃあその、じゃあ結婚するにはでもやっぱりあの、そうですね、じゃあ誰かと結婚しました、おめでとうございます、おめでとう。え、あとね、何がいいかな、人を思いやれる優しい人がいいですね。優しい人がいいですね。優しくて、歩く時とかにスタスタ行かない人がいい。
ですね。でゲームしたりとか。なんかクラブとかに連れて行かれたら嫌です。常識のある人がいいですね。以上になります。以上になります。二人三脚二人三脚足結ばんといかんね。結ばんといかんだろ二人三脚得意じゃあ二人三脚が得意な人がいいってことね。二人三脚が得意な人がいいですね。次はい、こんな感じです。50歳は60歳70歳90歳100歳で死にます。痛くない、毎日家にいたくないな。でもなんか私新しい人生を歩んだ方がいいような気がしてきた。なんだ70歳で駄菓子屋開きます。これは絶対決まり、駄菓子屋になります。だってさ今が一番さ楽しいはずじゃん。なんか大食いになって、なんかもっと大食いになってフードファイターになりたい。なんかもっとやりたいことあるんじゃないのかな。60歳の目標だけが思い浮かばん。ゲートボールで日本一になる。だって今こんなにさヨボヨボせずさ元気なのってさ今だけなんだよね。60歳とかになってさ公園踊れる
踊れるかな、わかんない。なんかせっかくさ今さ体もさ若くてさ若いのにさこんな毎日さ家に引きこもってるのさやっぱもったいないと思う。働いた方がいいと思うさ。めっちゃこのコロナになっの状況になってからめっちゃ考える将来のこと。な一人でさお家にさ引きこもってるのもったいない気がする。できました。30歳で家を建てて犬も飼います。でできてたらなんですけど結婚もしてますこの時に。で40歳でフードファイターになります。で50歳で宝くじが当たります。で60歳になったらゲートボールを極めて大会に出ます。で70歳になったらね駄菓子屋さんを開きます。絶対に。で80歳になったらおばあちゃんになるんですけど、なんか口うるさいおばあちゃんじゃなくて可愛いおばあちゃんになりたいなって思ってます。で100歳で死にますありがとうございました人生。だってさじゃあさ今人生5分の1終わってるんだよ。嫌なんだけど。嫌だもう死にたくない。死にたくないよ。死にたくない。死にたくないし今20代を無駄にしたくない。絶対さこんなにさ体力有り余ってる、だんだん体力なくなっていくって分かってるからさ無駄にしたくないよね。来ました。でもさいつ死ぬか分かんないから食べたいもの食べた方がさいいと思うのよ。死にたくないなマジで。死にたくない。ずっと生きてたい。不老不死になりたい。でもな不老不死の方がきついだろうな。不老不死は辛そう。できた。長い長い人生。早く結婚しようねみんな。イさんと早く結婚しようね。早く幸せにしてよ私のこと。できました。ずらーりずらり人生年表ができました。シャキーン。どうかな見えますか。イエーイ。いけました。できたよ。はい。はい、以上になります。遺産の人生年表完成。
完成したんですけど、やっぱり今人生がもったいないなと思います。なんかわかんない、なんかもっとできる気がする。なんかいろんなこと、私ね、ドーナツ屋さんでも働きたいし、アイス屋さんでも働きたいし、ペットでも、ペット屋さんでも、宝くじ当てた方がいい、もっと早く当てた方がいいかな。確かに、え、思った、なんかここだよね、宝くじ当てるのさ、こっちだよね、家建てる前だよね、やっぱり2回当てようか。ここで当てよう付け足し可能だから当てる。宝くじ20代で当てるでも買わないからな、まず買うところから始めないといけないんだよね。確かにね、深い。 SKE にいる限りはできないけど、 SKE じゃなきゃできない。そうなんだよね、そうなんだよね、そうだから、だから難しいんだよね。でさ、こんな風にさ、ファンの人とさやり取りできるのもさ SKE にいるからだしさ、公演とかに出れるのも SKE にいるからだしさ、でもさ、なんかいろんな思いにな、思いがさ出てくるのも SKE にいるからだしさ、なんかむずいよな。すぐにどうこう変わるわけでもないしさ、だからってすぐにさ将来のことをさ決断できるわけでもないしさ、いろんなものをさ犠牲にして入ってるんだからさ、その犠牲はさ取り返さんとさいけんなと思うけどね。急に真面目な話。長崎帰っちゃうの？いつかは帰るでしょ。みんな宝くじ当たるといいね。やっぱ買わないと当たんないよね、宝くじ。宝くじ当たりやすいの何なんだろう。家をさ、親にさ家を建ててあげたくて、でもさ、もう宝くじ買わないと無理だな。宝くじ買わないと無理だな。何が当たりやすいんだろうね、宝くじ。ロト6？ ロト6？
家を買えるぐらいに当てたいな、宝くじ。ナンバーズ4、4桁の数字を選ぶだけで100万円だって。一口200円。奥ね、何が当たりやすいかな。家を買えるぐらいだから、家買うって無理じゃん、そう考えると。ロト7、ロト6、ミニロト、100万円。服のギフトありがとうございます。投資、投資ですか。投資わかんないな。ビッグ宝くじか、スクラッチしかやったことないからさ、わかんないんだけど。買いたいよね宝くじ。バレンタインジャンボだって。夢のようだ。キャリーオーバー、キャリーオーバーって何？キャリーオーバーって何なんだ？ミニロト。ビッグ買って、宝くじ当ててみたい、当ててみたいな。当たったら夢だよね、夢が膨らむよね。申し込み数字が本数字4個と一致。ロト6。やっぱお金ない人は、私みたいにお金がない人は宝くじに頼るべきではないかもしれん。ロト6とロト7だったらどっちがいいとかあるのかな。でもスクラッチしか買ったことないからわかんない。ちょっとイさんは夜ご飯をねしないといけない。夜ご飯をしよう。ちょっと宝くじ夢あるよね。夢が膨らむぜ。競馬ってどうやって買うんだろうね。競馬ってどうやって買うんだろう。とにかくお金が必要。私は親
親孝行で家を建てたいんですよ。とにかく競馬、競輪、むずい、むずいかな宝くじの方が簡単そう。とにかく家を建ててあげたいんだよな。もう一回一旦配信切って8時とかからまた配信します。宝くじを買いに行くわけじゃないですよ、もちろん。宝くじを買いに行くわけではなく、夜ご飯を終わらせたいと思います。でもわかんない、8時半、9時、まあ、メールするかなんかします。メールしよっかな。ツイッターでもいいか。今日土曜日だからね。意外といつ見に来れる率が高い気がする。はい、喋り相手になってくれてありがとうございました。ありがとうございました。ランキング読みます。13位シさん、12位エさん、11位ササン、10位ハさん、9位ガさん、8位ヤさん、7位ミさん、6位シーさん、5位ゴさん、4位アさん、3位カさん、2位トさん、1位シさん。ありがとうございます。ちょっとね、宝くじを買いたくなりました。すごい、調べてみます。人生年表、イエーイ、ありがとうございました。またやりました。長いこと付き合ってくださってありがとうございました。ちょっとすいません、本当にありがとう。